この年になってくると10代からやってた役者がもう他の仕事に就いたりとか辞めてったりとかする中、俺たちなんとか頑張ってやってるねっていう気持ちにもなるし、こんなに饒舌ってことは相当好きなんだね俺のこと。そういうこと川のせせらぎ聞きたくない？分かる、渓流ね。そうそうそう、うん、釣りしたいな。釣りして、特になんか2人で喋るわけじゃないんだけど、うん、釣りなんかしながらのんびりいて、あの俺たちここまでよく頑張ってきたなってお互い褒め合いたい褒められたい気持ち悪い飲み会だな。勝地よく頑張ってきたよここまで、いろいろあっただろ勝地っつって。俳優の中村倫也さんと勝地涼さんは10代から共に切磋琢磨し頑張ってきた同い年の俳優仲間です。その2人が楽しく語り合い気心知れた姿を見せてくれました。おはようございます。おはようございます。よいしょ、あげ行って取れた、いい肉やん、来たよ、見てよこの霜降りいい肉、さらにさらに見てよこのロブスター、贅沢だね。で、ビールは一番絞りよ。そこは普通かーい中村倫也さんと勝地涼さんが共演したのはキリン一番搾りの新 CM。 普段から仲の良い2人がそのままの自然体でバーベキューを楽しむ様子が展開します。乾杯。どうよ、ツーショット勝地がハマるところがあるなんて珍しい。おい、ハマってきたから25年やってんだよ。はい、乾杯。乾杯。いただく、よろしくお願いします。完璧だった。勝地さんが完璧だって言ってます。完璧だった、中村倫也の完璧だった。完成した CM がこちらです。はいはい、見てよこの霜降り、このロブスター、贅沢だね。で、ビールは一番搾りよ。そこは普通かい。普通？何？一番搾りは一番搾り麦汁だけで作る、麦芽は通常の 1.5 倍、普通の顔して普通でないビール。なんかいいビールじゃん。せっかく飲むならちょっといいビール。どうよ。おいしい。キリン一番搾り。普段から仲の良い2人が CM で共演する喜びを語りました。すごいリラックスしてましたね。うん、はい。ずっと雑談してました。ずっと喋ってましたね。僕は、まあ、仕事のこととかも話しつつ、勝地は基本的に人の悪口を言ってました。すっごいこと言うよでしょ。マイクつけてたから全部聞いてください、悪口言ってない。いやでも倫也とはやっぱりなんだろう、前回も僕言ったと思いますけど、なんかそのやっぱ嬉しくて、もう20前半ぐらいの時に出会ってから、うん、すごい尊敬してくれてたんですよ、まあ、僕のこと。そんなことないよ、お互いにだろ。憧れてたみたいな。お互いにだろ、お互いに俺にも尊敬背中を追いかけてたみたいな。何言ってんだよ。返しがったらそれ弱い。それしかない。はい、すいません。いやでもなんか本当に倫也と撮影現場で会えるのが嬉しくて。そうだね。そうそう、だからなんかもちろん仕事ですけど、うん、仕事じゃないみたいな、しかもこんなセットの中だから、そうそうそう、普通に飯食って喋ってるみたいな話してたもんね。そうそうそう、嬉しいんですよ僕は本当に、うん、この年になってくると10代からやってた役者がもう他の仕事に就いたりとか辞めてったりとかする中、俺たちなんとか頑張ってやってるねっていう気持ちにもなるし、別にわざわざね普段からそういう連絡を取り合うわけじゃないけど、こうやって仕事ができるのは本当に嬉しいですね僕は、うん、こんなに饒舌ってことは相当好きなんだね俺のこと。そういうこと。倫也とはね、ずっとこのビールの CM やっていたいな、一番搾りの CM ずっと一緒にやってたいなって思いますよね。 CM のコンセプトにちなんで、普通のようで普通じゃないと思われていることを聞きました。はい、自分でも思うのは、洋服買うときに1ヶ月ぐらい悩むんですよ。うわ、
まあ、自分がこれまで着てきたジャンルの服で色味とかで確実にこれは似合うって分かってんのは、うん、まあすぐ手に取れるけど、はいはい、ちょっと違う大人っぽいのとか、うん、あんまでこれまで着たことがない、うん、なんかあるじゃん、ブルゾンとの形とか、はい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 、そうなると家に着合わせるものも浮かばないし、うん、これ結局買ったはいいけど着こなせんのかなって思って1ヶ月ぐらい悩んじゃう。で結果買わないパターンもあるかもしれない。買わないパターンある。悩んでるってことはいらないんだって自分で思って買わなくなる。なんか堅実だな生き方が。そうなの。もうすぐ買うすぐ買うの、うん、なんかあ難しい、そうと思ってもすぐ買う。でもおしゃれだもんね、活字ってね。まあな。普段から仲の良い中村智也さんと勝地涼さんが CM で共演。親友同士の2人が気心知れた互いを語り合う。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。